PK プレスニュース週刊デジタブル3月18日号です。今月は洗濯範囲とマスクについて勉強しています。先週は基本的なマスクのドローについて練習をしましたが、これらの描画をもとにさらに複雑なマスクを作っていきましょう。今回はアルファチャンネルについて見ていきます。アルファチャンネルというと合成とかに使う手法でとても難しい気がします。そうですね。でも複雑な画像処理を行うマスク作りには欠かせないものです。今日は簡単なマスクをアルファチャンネルで修正し、やや高度な合成作業を行ってみることにします。スタジオでのモデル撮影の画像を用意しました。まず選択範囲を作っていきますが、簡単な自動選択ツールを利用してみましょう。こうして何箇所かクリックし、大体の輪郭がつかめたところでチャンネルパレットの左側をクリックします。 RGB 以外の新たなチャンネルができ、選択した範囲が赤く表示されました。これがアルファチャンネルですね。はい。このままでは細部の切り抜きが完全ではありません。例えばこの手首の部分はだいぶガタガタしていますが、先週お話しした投げ縄ツールを使い輪郭線をなぞっていきます。輪郭が取れたら塗りつぶし、描画色でアルファチャンネル上の範囲が修正されました。ああ、このように使うのですね。さらにこの腕の内側部分は輪郭がややぼけています。こうして選択した後、境界を2ピクセルだけぼかし塗ってみましょう。ほんの少しぼけた感じでマスクが塗られましたね。アルファチャンネルのマスクは塗りすぎた部分を消すこともできます。この腕の外側は少し細くしたいと思いました。選択範囲を取った後、やはり少しだけぼかして今度は背景色で塗ってみます。今度は少し内側にややぼけたラインができました。先々週お話ししたように、フォトショップの選択範囲はこうして白か黒かではなく、階調を持ったぼけた感じで作ることが可能です。こうした細かいぼけ具合の異なるマスク作りには、やはりこうしたアルファチャンネルの機能が大変便利です。画面はこれを利用して複雑な髪の毛の部分をブラシツールでなぞっているところです。手始めに太い部分を 5,6 ピクセルで太さを変えながら描いていますね。本格的になってきましたね。髪の毛の細い部分は 2,3 ピクセルで、しかも透明度を調整しながら柔らかなマスクを描いていきます。さて、こうした作業を10分ほど続けてだいぶ綺麗なマスクができてきました。いよいよ合成を試してみましょうか。アルファチャンネルを表示したまま選択範囲を読み込むをクリックします。これを編集コピーと進んで、この室内の背景にペーストしてみましょう。すごい、切り抜いたとは思えない、かなり自然な感じで入りました。髪の毛や二の腕の部分を見てもかなり自然な感じで合成できたのではないでしょうか。こうしてしっかりとしたマスクを作っておけば、あとは背景を入れ替えても自由自在です。いずれも一見合成とは見えないような、細部を見てもかなり自然な仕上がりですね。アルファチャンネルの作業は少し大変でしたが、これなら納得です。今回はアルファチャンネルから合成作業をやってみましたが、来週はこれらのマスクを調整作業に生かしてみましょう。卒業式シーズンで今週は500人ぐらいの学生さんの記念写真を撮りに行きました。隊長も時田さんもイントレに乗って大活躍だったそうですね。いや、高くて結構グラグラしててとっても怖かったですお疲れ様でした。来週もお楽しみに。